え皆さんこんにちはごめんなさい皆さんこんにちは,、えー、んんにちは篠田秀明です え今日は、無事に放送が開始されているようですね、こんばんは、どうもよろしくお願いします。えー、ちょっとパソコンをいくつか置いておいて、こっちを消しといてってやってたのが、今、1個 <laughs> 消せてなかったのを気づいて、ちょっと慌ただしかったですけど、非常にあの小さいところだったということで、よろしければえ今録画、今、えー、放送が始まっているようで、こんばんは、よろしくお願いいたしますというふうに、親切なコメントを出していただいた方もいらっしゃるみたいで。 始まままってすすね <laughs> はいいどううもありがとうございます前回大変なことになっちゃって私も宿泊してたんですけどあなんかあの、えー、これあの低予算番組ですからあのスタジオでやってるわけではないんですね。えー、でいろいろやってあのうまくいくはずだったんだけどちょっとね手違いがあって、えー、でこの2週間もなんか細かい実験を繰り返していて多少なんかちょっと細かい道具も揃えたところもあるんですけど。 まあなんかプロ雇ってスタジオに行くわけじゃないんでね限界があるのでまた不備があったら教えていただければありがたいですということでえあまりあのひどい感じで <coughs> 途中で終わっちゃったらまたこの「ニコニコチャンネルプラス」の方にコメントを出すということにしますけどなんとかね放映されてる間にうまく内容を始めていきたいと思います <laughs>。それであのまず え前回の記録っていうのはあの消しちゃってから改めて取り直したのをえ記録用に保存しておきましたけどそこでも申し上げましたけどまあ前回は大変に大きな不備がありましてご迷惑をおかけいたしましたえ改めてお詫び申し上げますえそれからあの大変にねえっと気長に待っていただいておまけにあの親切にいろいろとねご助言いただくコメントもしていただいた方もたくさんいて大変にあの感動いたしましたえ改めて御礼申し上げますと。 ということで今無事に進んでいるようですので <laughs>、途中で切れないうちに番組の方に入っていきたいと思います、えー、どうも、えー、でえー、っと。<laughs> これあのいろ実験してみたんですけど、多少なんか時差が出るのは仕方がないみたいなんですね。で、コメントをすごいいただけていただくと見れているんですけど。 あの多分数秒ぐらいの時差があるみたいでこれ分かりやんの少なくとも今私が持ってる環境ではどうしようもないということで、えー、反応が鈍いなと思うようなところがあったらあの大変ご、えー、申し訳ないですけどご容赦いただき、えー、でそのうち見てコメントに対応するだろうと思って、えー、と待っていただけると数秒ぐらいのねずれ、えー、で確認して対応していくということになるのかなというふうに思っています。 で今日のテーマ「えー、戦争の地政学とウクライナの未来」ということで主に後半このテーマに従って、えー、お話を進めていきたいなと思っていますが、まあ、この「の <laughs> あと何か実験してみたら音声がねなかなかあのうまく大きくならないような気がしていてこのマイクここに置いてるんですけどねあのこれ以上大きくする手段がなんかこうあんまりよく思い浮かばないので、えー、ちゃんと聞こえているようでしたらすいませんあのここをやると改善になったりするのかもしれませんけどあまりにもね目の前よりはちょっとぐらい離れたりすることもあるかもしれないのでその際少し音が遠くなったりするようなことがあったら 恐縮ですいうこ,とです、ね、でこれから毎回このようなパターンで前回も一応そうだったつもりなんですけど前半無料部分で最近の国際情勢ニュースというのを少し拾っていって今どうなっているのかなというのを皆さんと一緒に確認していくという作業をした上でそこともね大体いつもリンクさせて。 後半のフォーカスして掘り下げていく部分に入っていくということでその間3分から5分ぐらいの休憩をとってでえっと前回と同じように5つぐらいピックアップして多分これあの文字が一応何書いてあるか見えるかなぐらいであのニュース拾っててどうしてもね数を増やしちゃうんですよね。 なるべく少なくしてフォントを大きくしなきゃという気もする反面ちょっとこれもやっぱり入れとこうかなとか思うとどうしてもあの数も増えがちの中で前回と同様5つぐらい拾っている上に何かこのニュース2つあるじゃんというふうにまとめてごまかしているところもあるということですけどまあ軽く見ながら今ね国際情勢どうなっているのかというのを皆さんと一緒にえ確認していきたいなと思うんですけど。 こここのところ、数日の間まあ前回やったのが2週間前ですからえとその間に起こったことを拾っていくということですけどまあ自然にねさらにこの1週間ぐらいで起こったことを拾っているかなというふうに思うんですけれどもまあ非常に大きな事件中東ですねレバノン各地で通信機が一斉爆発ということで特に日本のメーカーさんの無線機 まあ、あの実際の無線機に工場で仕込まれたというよりはえ日本の無線機に似せたものを使ったんじゃないかとああいうふうにまあ言われているところですけれどもいずれにせよ日本のメーカーの銘柄を利用した爆破事件が起こったとでそれに、えー、そのあさらにレバノン南部でねかなり大規模な爆撃が起こって、まあ、ミニ核兵器というようなサイズの 爆弾が使われていいいかととうこといずれもまあかなりね分かりやすい形での戦争犯罪とはちょっと違うかもしれませんけど一番分かりやすいのは、まあ、確かに人を捕まえて拷問するとか、えー、そういった類のことが虐殺するようなね類のことが最も分かりやすい戦争犯罪かもしれませんけどまあ大きく言えば一般市民に被害を与える攻撃の仕方というのは。 戦争犯罪だと,いうことで、えー、まあこれはいろいろとね新しい事件なので変なやり方してるんでおい今まであんまないなっていうのが確かにあるとしてもまあ戦争犯罪じゃないっていうことは言えない戦争犯罪ということ、まあ、そもそもレバノンで殺人事,事件が起こったということですから、えー、戦争犯罪の該当の内容以下にかかわらず、まあ、少なくとも刑事刑,刑法犯罪なわけですよね。 えなので、えー、まあそれ、えーまあイ、イスラエルは通信機器の方には犯行、えー、声明出してませんけど、何もコメントしないとか言ってますからね、まあ、怪しい人は100%ということで。<laughs> えー、大体あのやってなければやってないっていうふうに決まってますからね何もコメントしないってあのやったとは言う,言うのはちょっと気が引けるっていうだけや,やったっていうふうに発言することだけは控えておくっていうことで、まあ、やっているって言ってるっていうことですよね。えー、なので、まあ、あの安全保障理事会国連の場とかでも、まあ、大変な非難が相次いでいるという状況なんですけれども。 こひ、まあ、一言で言うとまあ私は学者なので戦争というものはまあ大変に悲惨なもので、えー、人間のまあ限界、えーね、極限状態を超えるようなものではあるもののやっぱり一定の目的を持って行われている人間の行為だっていう考え方で、まあ、分析をしてみるわけですよね。 なので目的がなさそうなことや目的が見失っていること目的と手段やっていることが大きくずれていることっていうのはすすごい気になるんですね, <laughs> ね。今イスラエルがやってるというのは、まあ、あのテロ対策みたいなこと言ってますけど、まあ、およそ効果的な手段を取っているというふうに、えー、見えないそういうふうに考えている人はほとんどいないネタニヤフ自身も多分思ってないでしょ、まあ、いろいろななな国内情情勢のの事情などでやっているだけなので、 えまあ終わりが見えない大変に危険な状態にあり通常のパターンだとアメリカが朝廷に入ってっていうことですけど確かにイスラエルに武器供給してますんでこの武器供給止めると非常に大きいですね大きいですけど現在の中東情勢でアメリカの威信が下がっているところアメリカがア,ラアブラハム合意のねえグループであるまあ比較的イスラエルに好意的な立場を取っている アラブ諸国に対して、えーまあ、何らかの戦後の、えー、平和維持の協力をしてくれないかっていうようなことを言っているんですけどまあちょっと今ねアメリカの協力してイスラエルのひどい行為の後始末だけアラブの国がやるってっちょっとそれは無理だろうというのが体制ですので、まあ、非常に調停の仕組みは落としどころも見えない危険な状態にありアメリカも大統領選挙が。 まだあと1か月半後に迫ってはきてますけどまだまだね時間があるところで非常に不安定なところです。ちょっと違う,あの違う系統のニュースですけどスリランカ大統領選挙でまあ現職が敗退して一般に私もよく知らないんですけどまだねあのマルクス主義者とかまあ社会主義系のディサナヤカさんがまあ勝利したと。 というこ,とでこれやっぱりスリランカ日本にとって他人ではない随分長い間スリランカって日本が o 最大中国っていうのは o e c d ダークという援助が人たちが、えー、援助する国がみんな入っているグループに入らないで、えー、誰にもあのデータをあまりうまく、えー、細かく出さずに援助をしているので巨額の援助が起こってきているってことは分かるんですけど詳細分からないものの。 まあ、あほぼあ、まあ、そうですねざっくり15年前1 0年前ぐらいからは中国がトップドナーになっているだろうということが確実に言われていた、まあ、日本が抜かされたってことこですねそれであのあのラージャパクサっていう、まあ、非常に独裁的だった政権の時代に中国ばっかりになびいちゃってそれで戦争も勝ったと中国の支援で戦争も勝って中国中国みたいになっちゃったので。 まあね、日本の援助関係者はスリランカの人たちは日本への恩をを忘れてているみたたなことを言ってたんですねそれがまあ債務財政破綻で大変なことになってみんな誰でもいいから助けてくれになった時に、まあ、日本はお前ちょっと中国になびきすぎただろうっていうような感じの態度をするオプションもあったとすると、まあ、それは大人げないだろうということで債務処理の国際的な調整の かなり主要な役をを担って IMF 巻き込んでまとめ上げたんでですねでも厳しいです我々側からしてみると借金大量に残っているわけなので随分温、えー、情の措置を取っているわけですけどそれでも厳しいですよねそよほど厳しくなければね債務取り立って、えー、財,務財政破綻したのが全くチャラってわけいかないですから。 ある程度は支援するとしてもそれは国民負担もそれなりにあるという形でまとまるのは当然と思うんですけどまあ社会党の方はね IMF との合意の見直しっていうことをうたっていて詳細まだ分からないしまああの非常に新しい政治家の方なので当選した後にいろいろな影響を受けてまだ意見が変わったりする可能性とかもあるものの今のままでやっぱりいいということに気が変わりましたっていうことはちょっとねありえないので。 あの選挙のね結果をまあないがしろにするようなものですからこれから見直しが入るんですねえこのスリランカがどういう見直しをしてくるのか日本にとってまあ非常に大きな問題援助業界でね大量の資金貸し出してますんでねでこれはインド太平洋自由で開かれたインド太平洋の今後の見通しにも大きく関わるスリランカというのはご存知のようにインド洋に浮いているインドの横にある島なでね皆さんよくご存知と思いますけれども。 この島はもう最近モルディブとかもっと小さいインド洋に浮いてる島で一国持っているほかの国なんかと同じであるいは大陸側にあるのでちょっと違いますけどやっぱりあの南アジアにバングラデシュとかそういった国はもうスリランカモルディブを典型にして大統領選挙みたいなのがあって二大政党制で戦うとですね大体いい片側が新中国。 でる島だったら反対側が新イインンドドでですねインドに近いとでも外交関係を真正面に据えて選挙をする国内選挙をするっていうのが通常の習わしでこれはまあ小さい国に行けばね大国のどことすり寄るのか全部と仲良くしたいって言ったらみんなそういうふうに言うと思うんですけどなかなかそう簡単ではないしある程度の色分けが必要だっていう時にや パリっていう部分で <coughs> いうう候補者のススタンスが変わってくるるそれでで選挙するんですんねで今回の場合には IMF のまあ主導の体制をまあ見直すという中で中国との関係というのはまだちょっとね不透明なところはありますけどえまああのこれからさらにいろいろな働きかけが出てくる中でえそのスリランカがどういう方向性を取っていくのかというのが自由で開かれたインド太平洋フォイップの話とまあ随分関わってくる。 とということでクワッド首脳会議がねようやく開かれて本当はインドでね開く年だったんですけど日程調整が全くできずに国連総会でみんながニューヨークに集まったアメリカに集まった時にえまあついでにクワッドをやろうとでなんかデラウェアってねあのバイデン首相バイデン大統領の好みでまあニューヨークじゃないところで開きましたけどまあ要するに国連総会の場にみんな来た時にクワッドもやろうということになっただけなんですね。 えどうも日程調整ができないところからいろいろなあの不穏な不穏でもないんだけど調整が必要ななんとなく行き違いがあるような部分が見えてこれからクアッドどうなるんだろうって不安感が漠然とあり今回のえ首脳会議の声明結果としての共同声明の中でクアッドはこれからも続くっていう言葉が入った <laughs> クアッドはこれからも続くっていうことは私みたいに。 あとちょっとなんか雰囲気悪くないとか言ってる人が世の中にいるってことなんですよね。また、あ、多分も私だけに気を遣ってそれ書いてくれたとは思えないから他にもいるっていうことですよね。あるいは政府内にも何となくそういう雰囲気があるから私もね言っているわけなのでその辺りスリランカの大統領選挙の行方なんかともまあ非常にリンクしているし中国・深センで日本人の男の子がお亡くなりになられました。これあの sns とかでもね非常にあの激しい えー、言説が飛び交っていて、まあ、私 X とか時々つぶやいてい,やい,いるわけなんですけどもうかつなことをつぶやいて「お前何,で何言ったんだ今」みたいな、ね、感じになって「いやそんなこと言ってない」とかね「こういうつもりなのか」って「いやいやそう,そういうつもりじゃないだどういうつもりなんだ」みたいなちょっと大変なことになりそうなんで何か「お悔やみ申し上げます」みたいな、ね、ことだけ急に言い出してもあれなんですから。 あの大変に悲惨な実験でかわいそうな事件なんですけれどもまあ非常に複雑な政治情勢の中でまさにクアッドとかスリランカとかと並べてまあ論じるような話の意味合いもあるわけですよね。あの男の子さんが亡くなられたっていうことはまあ非常にかわいそうなね人道的な事件であるわけですけれどもまあ日本人学校でえまあ 詳細は不明だし中国政府は偶発的事件だって言って政治性をまあ明らかにしない態度をとってますけど初めてではないですしねこの種の事件が日本人学校ですからねあのまああの政治的な背景が皆無だって断定するっていうのは難しい中でじゃあどうするのかっていうのはこれからまあいろんな国際情勢への影響などもねえまあどうしても鑑みて、え。ー 話していくことになるということでしょうね。まあ一言で申し上げると、岸田首相になって実は韓国との関係は劇的に改善した。でもいつも真ん中にバイデン大統領がいるみたいなそういう日米同盟基軸の中で、えー、まああのワンツーグー三っていうね感じで韓国との関係を改善し、まあ自立上の日米韓同盟の復活みたいな感じでやったとすると。 それ以外のところ特に日米同盟に入ってこないところっていうのはまあ私はね岸田政権時代にあんまり芳しい結果がないんじゃないかなっていうふうには感じていて、まあ、中国との問題誰がやっても難しいですよ。岸田首相が失敗したっていう意味ではないですけどね。え韓国とは日米同盟基軸の観点でそのまま改善したとすると、えー、まあ 中国との関係ねこれからいろいろな情勢を見ながらさらに慎重に考えていかなきゃいけないんじゃないかというような情勢になっているなという印象ですね。で最後に置いておきましたけどこれから後半の話にね移っていくところでの流れですけどウクライナがロシア各地で弾薬庫爆破っていうことで、まあ、いくつかの大きな弾薬庫、まあ、当然あの弾薬を兵器貯蔵所ですね 1一個だけではないんですが、まあ、大きいのと小さいのがあって、まあ、私は必ずしもそのロシアの軍事の専門家じゃないんでよく分からないですけど17日西部のトロペシというところそれから21日南部、えー、クラスノダールというところで、ね、大規模爆発、えー、もうほとんど住民にとっては地震が起こったっていうような、ね、巨大な爆発が起こったと言われてる西部と言われてるのは、まあ、クルスク侵攻作戦を意識したような地理的、えー、位置づけでしょうね。 で今南部っていった方は、まあ、あのざっくりドンバスよりももっと東にあるぐらいのところですから、まあ、ドンバスの東部戦線を意識した兵器貯蔵性の攻撃ということでこの兵器を貯蔵している場所への攻撃っていうのは今に始まったことではなく、まあ、ずっとやってるし、まあ、ずっと最初からやりたいことですよね当たり前ですけど兵器が並んで溜まってるところを最初に爆発しておけば。 これはあの相手にとって大きな損耗でこれだけで急に戦場の行方が翌日から変わるということはない兵隊さんはねいますし兵器は再生産してまたもやってきますんでねずれ遅延が起こるし損耗によるまあ損害財政的損害などがまあ起こっていると。 ということで消耗性に持ち込む時に大きな意味があるということで別に即日明日戦場で影響があるかどうかっていうのはまあ分かんないわけですけどここのところはあの数日の間にかなり大きめの攻撃に成功しているというのはまあウクライナ軍が能力を上げているっていうことですね。 でえーまあ、ロシアが疲弊したんじゃないかみたいな、ね、言い方もできるし、まあ、両方は本来同じなんだけど、まあ、情勢分析としてはよりウクライナ軍が新しいやり方を取ってきているのかどうかというのが、まあ、大きな着目点で、えー、オリシも、えーまあ、ずっとねもう何か月にもわたって長距離兵器をあロシア領内奥深くまで攻撃できるように使わせてくれって言ってアメリカイギリスフランスに頼んでいて。 主にアメリカですね、まあ、提供している兵器の質と量がもう段違いですからアメリカはあの首を縦に振らない一般に国務省外交系関係は、えー、ゼレンスキー大統領に説得されてね、まあ、ちょっとうなずきたくなってきちゃったなみたいな雰囲気を持っているらしいですけどアメリカの国防省はノー実際にロシアとのエスカレーションの矢面に立たされるのは我々だぞと外交官ではないと。 これはやっぱ危ないというふうに軍事のの実務家の人は思っているっているとうことですねポイントは長距離兵器っていうのはボーンと打ち上げ花火みたいに遠くまで飛ぶのあの飛ばしているというよりはまあ相当程度に精密誘導の色彩があるということですね。でプーチン大統領はウクライナは兵器なんかもらったって運用する能力を持っていない。 長距離攻撃兵器を使うということは衛星情報などを使って NATO が事実上の攻撃の誘導するということに等しいしたがって新しい段階での NATO の参戦が始まるんだとで、まあ、あのさらに一歩事実上の紛争当事国に NATO 特にアメリカがなるんだということを言っていて。 まああのね、プーチン大統領ブラフだって脅かしているとかプーチン大統領に脅かされちゃいけないとかそういういろいろな心理的な発言っていうのがいっぱい見られるんですけど、まあ、プーチン大統領が言ってることはあながち間違いではないですよね、えー、なのでアメリカの国防省は実際「<laughs> おいやっていいよ」って一言って言って寝ていればいいってわけじゃなくて協力しないといけないじゃん我々がっていうねそれでやってないっていうふうに言わないといけないんですかその後みたいな。 そんなでちょっと分かりやすく整理してもらえないとうまい具合に協力もできないと思うんですけどっていうのがまあ現場の声みたいな感じですよねその中でえっとアメリカはそもそもこんな目立つ長距離駅解禁とかバンバン撃っちゃうぞみたいなファンファーレ鳴らしてやるんじゃお祭りみたいにやるんじゃなくてもう少しこっそりやれと。ドローンで十分だっていうことでドローンうまく活用したらいいじゃないかまあはっきり言って言ってないけど言っちゃったらね意味ないから。 ドローンだけで十分だって言ってなるべく分かんないように兵器使った方がいいじゃないかと「じゃ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 ん」「ついに解禁になった明日から使います」とかねそんな宣言するってあまりにも幼稚だろうっていうのはもう、まあ、そりゃそうだなっていうことなんですね。えー、なので、まあ、今このウクライナ軍が能力を高めているというところにこの一連のロシア領内を攻撃したいというウクライナの強い願望 これを NATO 構成諸国が感情的には受け止めているけれどもちょっと待てという気持ちも <laughs> 捨てきれない、えー、大丈夫か、えー、このセミゲーの中で、まあ、表面水面下で、ね、いろんな動き協力、まあ、新しいやり方の開発みたいなものは進んでいるなというところでゼレンスキー大統領今アメリカに到着して何か、ね、兵器製造所を見ているニュース見ましたけど26日だったかなバイデン大統領と会って 彼ららが言っていいるるととこのの勝利計画というのをプレゼンンテーションするらしいですしでよねコンサルタントがクライアントに説明するみたいにやるということでまあ正直申し上げてね戦争している当事国がいくらでかい支援国があるからといって外国に行って我々はこうううにして戦争を戦いたいんで許可してくれっていうふうに頼むっていうのは割合珍しいシーンですよね。 おまけにハリス副大統領とトランプ前大統領という2人の大統領候補にもあって同じようにプレゼンテーションをして了解を得たいということでまあ非常に得意な状況になっているなということですがこの勝利計画って何なのか大きな問題ですね。というところで前半終わって。 <laughs> えー、ちょうど2030分近くになったかな今日は割合順調に進んでいるいろんなコメントがあるんですけどちゃんと音が出てるじゃんと思って話が話に集中できたのであまりちょっとコメントの方を見ながらしゃべる余裕がなかったのを5分ほどここで休憩をいただいてえー、っとその間に私は休みながら。 コメントを読むということをさせていただきたいと思います後半はしたがってコメントや実は Google フォームにも質問を2件ほどいただいていますこれ忘れないように冒頭で紹介した上で今のウクライナ勝利計画って何みたいなところから私の本のね戦争の知性学みたいなところに突っ走る話をしていきたいなというふうに思います前半終わる前に来週の予告ですが ゲストのパレスな子供のキャンペーン職員の手島さんをお招きしてお招きしてって言ってもスタジオないんで結局オンラインでやるんですけどえちょっとねまたあのこの今回この会が終わったらこのゲストを呼ぶ仕組みについてえ勉強してみようと一回済まないとなんか気持ちがね整理がつかないんでえ今日の夜か明日からね準備をするまあ大して準備ないんだけど心の準備みたいな感じですかね。 まあここにしし出すすかもしれないですけどね今やっている仕組みなのでこのままここに映し出した方が楽だったらそうしてもらってやるかなと思いますがまあいずれにせよ登場して登壇していただくこの番組に出ていただくお約束はさせていただいているのでゲストの手島さんとともにガザ危機に焦点を当てた話を するという回として来週9月30日20時から放映をしていくというのが次の予定の次回予告ということになります。をしてから番組の後半登録会員専用ですということにしてここで無料チャンネルは終了です同時にですね5分間の休憩に入ってざっくり 20時32分ぐらいですかね。えー、まで休憩ということにして、えー、そこから後半開始ということにさせていただきたいと思います。えー、それではここまでご視聴していただいた方、どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いしますという感じですかね。